浜島博秀は、日本のタイヤ技術者、モータースポーツ解説者、東京都出身、東京農工大学大学院、工学研究科修了。ブリジストンにて、長年モータースポーツ用タイヤの開発を手掛け、開発本部長として、f 1参戦の葬式を務めたことで知られる。後には、スクーデリアフェラーリの開発スタッフも務めた。 F1 関係者の間での相性ははみ。1977年ブリジストン入社後、基礎技術研究、乗用車タイヤ開発を経て、モータースポーツ用タイヤの開発を担当。インディカー、F2 等のタイヤ開発に携わる。特に1997年から2010年にかけて行われたブリジストンの F1 参戦において、参戦全期間で、ある14年にわたって、 葬式を取ったことで一般に名前を知られるようになる。当時は、同社、モータースポーツモーターサイクルタイヤ開発本部長を務めていたが、F1 参戦終了に伴いタイヤ開発台に、本部長付けフェローに移動。ただし2011年は、オートバイロードレース世界選手権へ頻繁に姿を見せるなど、以後もモータースポーツ部門には携わっていた。 フジテレビの F1 グランプリ中継では当日のコースコンディションなどについてのインタビューに多く答えているほか F1GP ニュースへのゲスト出演も多数。これらの番組で日本人で唯一ミハイル・シューマッハをシューミと呼べる人物と紹介され実際にシューマッハをはじめ担当した F1 ドライバーとは強い信頼感で結ばれている。 2012年で60歳を迎えブリジストンの定年に達することから、以後の挙就が注目されていたが、2012年1月11日にスクーデリア・フェラーリと契約を結んだことが発表された。フェラーリでは、テクニカルディレクターのパッドフライの直属化で、ピレリタイアとシャシーのマッチングなどに関する開発を担当したが、2014年にチーム内で起こった度重なる。 首脳人交代による人事刷新から2014年末にチームを離脱することになった。2015年3月5日、影山雅彦が代表を務めるメジアド影山レーシングのスペシャルアドバイザーに就任することが発表された。2016年1月よりセルモに加入、スーパー GT 及びスーパーフォーミュラに参戦する同チームの総監督に就任。 2019年2月1日に行われた株式会社セールモノ定時株主総会で同社の取締役副社長を退任。シーズン途中から中島サトル率いる中島レーシングに協力している。ありがとうございます。